おい。おい。あ、俺もなんて言うんだこれ。え？はい、実はですね、これプライベートマッチで、自ら回線を落としてもらいました。で、なんで回線を落としてもらったかというと、戦ってて二人になることって結構あるんですけど、一人ってなかなかないの。なので今日はこのプライベートマッチを使って一人の状況を作りたいと思いました。で、先ほどは全員一緒に回線を落としてもらったんですけども、次はね、一人ずつ回線を落としてもらいたいと思います。で、一つ注意していただきたいのが、まあ、これは僕今プライベートマッチでやってるんですけども、くれぐれもみんなは、レギュラーマッチとかで、回線をね、自ら切るってのは、NG 行為なので、これお気をつけてください。もうやらないでください。これ動画だけの特権。7人の人に集まってもらいました。じゃあこのサングラスの人から順番に回線を落としてもらおう。一人ずつ消えていこう。じゃあお願いします。消えた。次だ。これ一人ずつ消えていくんか。おおすげえ。なんか、え、すごいすごい。なんか俺魔法使ってる人みたい。うわぁ、うちのチーム全員いなくなっちゃった。うわぁ。次だ。問題はここからなんだよね。一人だけになったら強制終了しちゃうんだよ。ああ、もうここで、不安定だ。もしかしたらこのバケツが消えたら落ちるのかもしれない。お願いします。ああ。あ、ダメだ。消えちゃうんだね。